セロファン包装と紙箱包装の一部とセロファンで包まれたミスズアメ。ミスズアメ、ミスズアメは長野県で製造、販売されているゼリー菓子である。ミスズアメは果汁に水飴等を加え寒天で固めたもので弾力性があって柔らかく果汁の風味と独特の歯応えが好まる。アメ同士、あるいはアメと包装紙がつかないようオブラートでくるむか、 砂糖をまぶすなどの処置が施されている。商品としてはセロファンで包まれたものと紙の包装のものがあり、セロファンで包まれたものは首都圏でも売られている。ミスズアメ、ミスズアメは特に上田市周辺の長野県土産の常連で駅や土産店でも目立つ場所に置かれている。ミスズアメとミスズアメは株式会社飯島商店の登録商標であるため他社が 同様の商品を販売する際はそれを避けるため、寒天ゼリーという名称で売られている。ミスズアメ、ミスズアメは、大正8年、上田市の株式会社飯島商店の飯島、新三郎によって、大飴をヒントに開発された。新州というイメージで商品化するという狙いから、ミスズアメと付けられた。最初はアンズ、イチゴ、リンゴの3種類であった。現在ではアンズ、梅、 みほかん、ぶどう、もも、りんごの6種類である。ちなみに、高来人参抽出液のみを使用した製品が存在するがこちらは、みすず人参糖と呼ばれている。また、あんず汁を原料とした製品は、みすず京の名で独立販売されていたことがある。ありがとうございます。